意味が分からないでしょ。いやどうだろう、後ろの笑い。シャッター。ゆっくりゆっくり過ごせる。ビア、ずっとビール飲める。とりあえずこう自然と触れ合うのがいいのと、まあ、自然の中で遊ぶこと、非日常非日常みたいな。ああ、なりたい。なりたいね。一人になりたい時ってあるじゃないですか。はい、ね、仕事とか追われちゃってとか、あの休憩したい時、一人で焚き火をするっていう。あ、まあ、非日常と、ね、日頃のストレスから解放される。あと私。私は幼い時に家族、お父さんとお母さんに連れてってもらって、キャンプしてて、キャンプしてるっていうのを見ると、なんだろ う, もうなんとなくやっぱそう、ちっちゃい時に教えてもらった感覚とか、親もキャンプしてて、ちっちゃい時から連れてってもらったから、子供の時楽しかったから、大人になってもそのまま子供に教えたいから。で、オートキャンプで友達と、あとファミリーキャンプとか、あとグループキャンプね。あ、ソロキャンプ、ソロキャンは結構します。まあ、コンセプトとしては、まあ、ベトナム戦争当時、まあ、1960年代70年をコンセプトに、あの全てを実物でこう物を揃えて今日はキャンプをしています。洗濯するときはあのデザイン、デザイン、あとは機能性、うん、ジェシー増えたなって、まあ、使いやすいのが一番かって感じですね。なるべくちっちゃいコンパクトね。多分全室が広いから、トンネルタイプのテントってタープがなくてもできるのは多分魅力かもしれないです。それがあって多分増えてます、確実に。ではチャレンジですね。チャレンジ、これ、まあ、料理とかね、あの車も、うんうんね、まあライフワーク、ビジネスバランス、長い意味でずっと自分が楽しく出続けられるものっていう感覚はありますかね。大人になった時に、子供が出た時にやっぱ同じ楽しみを教えたくて、でキャンプを始めて、はい、もう楽しくみんなでワイワイしてる感じがね。